おはようございます。よくいらっしゃいました。今日の礼拝誰も来ないんじゃないかと私は思ったんですけどね。本当に真面目な信徒の方々に支えられて、私も牧師をさせていただいているなと、思っております。ご存知のように今ワールドカップでね、って知らないんですか。10時からキックオフで、そうですか。結果は言ってほしくなかったんですけど、ね、後で録画を見ようと思ったんですけど、そういうことで、この後後半がね、という、私サッカーが好きなもんですからね、この4年に1回のワールドカップ指折り数えて待っておりましたら、日曜日の朝の10時キックオフ、これを試練と言わずして何と言うか、さすがの私もですね、この日曜日の朝の礼拝の時間にサッカーの試合があるからといって礼拝を休むというような、そういうことはできません。でも皆さんは、黙ってこなければわからないわけだから、みんな家でサッカー見てるかなとか思いましたけど、とんでもないですね。もう普段の何倍も祝福が皆さんに注がれるように私心から祈っておりますけれども、くしくも今日は父の日ということですね。6月の第3日曜日、母の日の付け足しのように、父の日制定されておりまして、ただ私は自分が父になれたということをですね、本当に自分の人生の中で、結婚できたことはとても嬉しいことですが、それと比較すると嫁さんに怒られますけれども、ただやはり父親になれたということは本当に嬉しいことでしたし、今もそれは変わらないですね。神様が、私を父親にしてくださったと、これは奇跡ですからね。本当に誰でも結婚して子供が生まれれば父になるんですけれども、でも神様がそれを許してくださらなければ起こらないことですし、で今でも覚えておりますけれども、子供が生まれて、特に小さい時はですね、本当に、これ以上に可愛いものはないと、目に入れても痛くないというですね、今はとても入れようという気にはならないんですけども、でも本当に小さい時はですね、これを溺愛するというかですね、でもその時に一番強く思ったことは、これはこの神様は私にこういう思いを持っていてくださるんだなということでしたね。父なる神と聖書に出てまいりますけれども、自分が父親になって初めてこの父なる神の思いというものが実感できた。でもそれはでも誠の父なる神の私たちに向けておられる思いから比べればですね、私たち人間が我が子に抱く愛なんてものは本当に小さなもので大したことないわけですね。神様はこの元ですから、原型ですから、何万倍何億倍という大きな大きな愛で、私のことを、もちろん皆さん一人一人のことを思っていてくださる。こんな出来の悪いものでも天才だと思い、小さなかすり傷でも変わってやろうと思い、もう四六時中心配でしょうがないというですね、その思いは父なる神が私たちに向けておられる思いなわけですよね。自分が父親になれたことでそのことを強く思ったということを、私は神様に感謝しております。今日は債務なしというですね、ちょっと変わったなんかテレビのコマーシャルみたいなタイトルなんですけども、お父さんの仕事っていうのは、もちろん一般的にはですよ、一般的には金を稼いで、家族を養うということ、あるいは妻や子供の
人生について、特に子どもの人生について責任を持つということはあるんですけれども、この今の日本の社会においては、お金を借りなきゃいけないということがですね、父親の一つの責任ですね、家を買うとかね、車を買うとかということになると、借金をしなきゃいけない、あるいはこの中にもまだ借金があるという方があるかもしれないし、あるいはもうわしは終わったよと、大変だったよという方もあるかもしれませんが、まあ、家族を、まあ、多分一人だったらですね、借金をすることはないと思うんですよ。ただやっぱり妻がいたり子供がいたりしたら、やっぱりあばら家じゃかわいそうだから、少しは安全な家に住ましてやりたい、広い家に住ましてやりたいと思うので、お金を借りて、家を買ったりするということが起こるんだと思うんですね。ただその何かを借りる、お金を借りるっていうのは、まあ、私も私個人的なことではないですけれども、この教会のを建てた時や隣を買った時のその お金を借りるということのですね、まあ、責任を持っておりましたので、お金を借りることの責任というかね、この心にずしっとこののしかかる、重さみたいなものは、ずっと感じ続けて、おります。しかし聖書にはこの世の借金ではなくて、実は私たちは神様に払いきれないほどの大きな借金がある、負債があるんだと。でもそれを神ご自身が肩代わりして許してくださったと記されております。今日はそのお話でありますが、聖書の箇所はコロサイの信徒への手紙の2章13節から15節です。コロサイの信徒への手紙2章13節から15節。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。今年はコロサイの信徒への手紙の公開を続けておりますけれども、この箇所だけ切り取ると、今日はこのキリストの十字架のによるところの、許しというお話になるんですけれども、この2章全体としては、先週からもお話しておりますように、コロサイ教会を襲っていた、主にはグノーシスと呼ばれるこの異端といいますかね、危険な思想に対する、警告の教えが書いてあるんですけれども、グノーシス派というのはですね、このキリストの十字架というものはそれほど重要なことではないというか、それは肉において起こったこと、前からお話しておりますけど、グノーシスは二元論で、霊は善、肉は悪なんですね。だからキリストは肉において十字架にかかって死んだというのは、それは悪の領域で起こったことだから、そのことによって私たちが許されるということはおかしいと。よく、キリスト教とか教会の中で受け入れられたなと思うんですけれども、そういうようなことが言われていた、それに対してパウロは、いやいやそうじゃないと、キリストは肉において、まさに十字架によってこの死なれたということこそが重要なことなんだということを、ここで述べているわけですけれども、今日はそのグノーシスとの関わりについてはあまりお話しませんが、これぐらいにしておきますが、話がごちゃごちゃするので、特に大切なのはこの今日読んだ真ん中のところですけれども、その一番最初には、肉に割礼を受けず罪の中に死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのですと、そう宣言されています。私たちは罪の中に死んでいたんだと。聖書は
すごく ある意味極端ですね。死んでいたとかって言っても、まあ、生きてるじゃないかっていうことになるわけですけれども、でも神様との関係が罪によって切れている、それはもう死んだも同然なんだと。それこそこの根の生えた草花がですね、そのどこからか切り取られてしまえば、もうあとは枯れるのを待つばかりになりますけれども、まあ、それと同じようにですね、罪によって私たちがこの本体である神様とのつながりを失ってしまったら、それはもう死んだも同然だと言っているわけです。まあ、その前に肉に割礼を受けずという言葉がありますけれども、これは割礼というのはユダヤ人が、その体につけた印でありますけれども、つまり、まあ、コロサイの人たちはほとんど異邦人なので、あなた方はユダヤ人でもない、神の契約の民でもない、さらに、罪によって死んでいたものなんだと、まあ、もちろんユダヤ人も罪の中に死んでいたということは同じなんですけれども、ユダヤ人でもなければ罪の中にも死んでいた、神との関係が切れたものなんだったと。しかし神はあなたたちを、私たちを生かしてくださった、キリストと共に生かしてくださったとありますけれども、これは私たちは生かされているんだと、神の力によって生かされているんだということですね。自分で生きているのではなくて、神が私を生かしてくださっているんだ、そういう実感はなかなかね持てませんけれども、でも常に覚えていなければならないことですね。私は今神に生かされている、もちろんこの世の命もそうですが、永遠の命の中を神によって生かされているんだ。でも一人で生きているのではない、キリストと共に生かされているんだ。よみがえられたキリストが私たちと共にいてくださる。マタイの28章最後のイエス様の最後の約束にあるように、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。復活されたキリストが私たちと共にいてくださるので、どこでどんなことがあっても何の心配もいらない。キリストが共におられる、こちらが嫌だと言ってもイエス様は共にいてくださる。今キリストと共に私たちは生かされている。罪の中に死んでいたのに、ようやくこのギリギリカツカツ息を吹き返したということじゃないんですね。栄光のキリストと共に生きているんだ、神によって生かされているんだ、その大きなギャップですね。でも私たちが罪の中から、罪の中に死んでいた私たちが今キリストと共に生きているんだということを明確にはっきり、それを私たちに教えているのが十字架なんだと。それがこの、今日の箇所の重要なところですね。その次にですけれども、神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れてた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。なんかですね、ちょっとごたごたしてね、よく意味がわからないんですけれども、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書っていうのは、まあ一言で言えば借用書のことですね。借用書である。もう少し分かりやすく言えば、私たち自身が犯してきた罪の記録、まあそこまで言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、そのようなものだと考えていいと思うんですね。私たちが犯してきた罪、それは本来ならば神様にそのことを許していただかなければならないわけですね。でも皆さん、罪を犯すっていうのは、何かこうやってはいけないことをやってしまったって、そういうことだと思われていたらですね、それは実はね半分なんです。もちろんモーセの十戒にあるようにですね、殺すな、盗むな、勧誘するな、他人のものを欲しがるなと、そういうことをやってはいけませんよっていうことをもし破ってしまったら、それはもちろん罪ですけれども、でも旧約聖書を一つにまとめると、どうなるってイエス様はおっしゃったですか。
旧約聖書を一つにまとめると、あれをするなこれをするなっていうことじゃないんですね。旧約聖書を一つにまとめると、神を愛し隣人を愛しなさい、これは旧約の律法なんです。つまりはこの神を愛し人を愛するということをしなければ、それも立派な罪なんですね。つまり罪というのは何かをやってしまったということだけじゃなくて、何かをしなかったということも実は大きな罪なんです。イエス様がおっしゃったあの良きサマリア人の例えをね、思い出してみてください。強盗にあって死にかかっていた、半殺しの目に遭っていた人、そのそばを通った祭司、彼は祭司だから汚れたものに触れてはいけないので触れなかったんですね。そういう意味では彼は律法を破ってないんです。でも本当ならば目の前で死にかかっている人は助けるべきですよね。つまり彼は何かをしなかったという罪を犯しているわけです。レビ人も同じなんです。そう考えてみるとですね、私たちは本当に大きな罪を犯し続けているんです。私たちに与えられている時間やお金、さまざまな富を神様は私たちに委ねていらっしゃいますけれども、本当にこれを神と人のために使っているかというとですね、おそらくほとんどのものは使えていない。それは私も含めて、もし神様からお前に預けたものをお前は正しく使ったかって言われたらですね、いや本当に神様あなたの思いにかなって使えたとは言い切れません。みんなそう思う、いう思いになると思うんですね。まあもちろん我々、まあ、今日は皆さんを罪人呼ばわりするために話しているわけじゃありませんけれども、しかしこの、まあ、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書っていうのは、つまり、まあ、この規則というものが律法である聖書であると考えればですね、私たちが本当に聖書に従って裁かれたら、それはもう重罪人だということなんです。その聖書の教えに指示に規則に私たちは従っていないんですね。でもその証書を破棄して、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださったと。神様はこの証書を破棄した、捨てられたと、破いて捨てたんだと言ってるわけです。神は私たちの一切の罪を許されたと一番最初にあるんですけれども、この許すという言葉はですね、まあ、聖書の中に許すという言葉はいろいろ出てくるんですが、ここで使われている言葉は恵みという言葉と同じ言葉なんですね。恵みの動詞なんです。恵みというのは名詞ですが、恵むっていうかね、さっき証しをしてくださったのは超恵むさんですけれども、お父さんがね、恵みという名前を、恵むという名前を付けられた方ですが、神様は、まあ、この恵みっていうのは無償で与えるという意味ですよね。神様はまさに無償で私たちを許してくださった、私たちの借金を棒引きにしてくださった、そのことが事実であると。確かに私たちの神に対する負債は全部払われたんだという、その証しが十字架だと。十字架に釘付けられたイエス・キリストの姿、そのキリストの十字架のような姿こそが、あなたの借金はありません、あなたの負債は払われました、全て許されたという、その証書なんだと言っているわけですね。私たちが払うべきこの負債をキリストが、あるいは神ご自身が代わりに払ってくださった。本当に私の負債は許されているでしょうかと迷う必要はない、悩む必要はない。十字架を見なさい、神の子が十字架に貼り付けになっているだろうと、あなたの代わりにあそこで払われているんだ、あなたが払うべき罪の値はあそこで払われているから、もう何も心配しなくていいんだと。つまり十字架というのは私たちの負債の完済証明書みたいなものですね。全部払い終えましたってですね。
関西証明書みたいなのも別にもらわないんですけどね、この教会の建築の借金を銀行からして全部払い終えた時に私はそういうものをくれるんかなと思ったんですけど、くれませんでしたね。ただ次の月から引き落としがなかっただけでしたね。がっかりしましたけどね。なんか大きい症状かなんか、はいよく頑張って払いましたって言ってくれるからだと何もありませんでしたが、しかし本当には神様は私の負債はありませんないんでしょうかと私たちは思ってしまう。でもそれに対して神様はいや十字架を見なさいと、ね、十字架は歴史的な事実だろうと。確かに十字架はこの 見方によってはですね、キリストの無力を証明したかに見えるものなんですね。死人をさえ生き返らせた、あらゆる病を癒されたあのキリストがもう無残に殺されてしまった。神は全く無力じゃないか、そう思いたくなる。あるいはキリストを十字架にかけた連中はこれで俺たちの勝ちだと思ったでしょう。しかし実はそうではない。ペトロの手紙の 1-2-14 にあるように、十字架にかかってイエス・キリストですけど、キリストは十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださった。キリスト自身は何一つ罪のない方ですが、つまり十字架にかかる必要のないたった一人の人がかからなければならない全ての人の代わりに死なれたということですね。まさにこれはキリスト教の、まあ、教えの真髄であります。世界でたった一人負債のない人がその他の全ての負債を背負って死んでくださった。十字架は私たちの負債が確かに払われた、それが事実であるということの証拠であります。私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄したという言葉がありますけど、この破棄するという言葉はですね、まあ書き消すというような意味でもあるんですけれども、まあ、当時、まあこれも私も現物を見たわけではありませんけれども、まあ、物の本によるとこのやっぱりこの時代から借用証書みたいなのあったみたいなんですけれども、もう払い終えたらですね、これに大きなこのバッテンを書いて、ね、終わったというサインをしたそうです。そう言われてみると十字架もバッテンですから、斜めに見るとね、まっすぐ見ると違う、大きなバッテンなんですね。私たちの負債は払い終えられた。で、私たちの負債がじゃあどれほどものなのかということはですね、このイエス様のお話になった、例え話の中にね、少し、そのヒントを見ることができるんです。ちょっと長いですけれども、この例え話はとても、まあ、意義深い、まあ、あるいはとてもユニークな面白いものなので読みたいと思うんですけれども、マタイの福音書の18章の24節からですが、これイエス様の例え話ですね、まあ、作り話ですけれども、決済し始めたところ1万タラントンというのは今のお金でいうと大体6000億円ぐらい、っていうか実際にこの1タラントンがどれぐらいかということはですね、正確にわからないぐらいそうです。ものすごくまあ膨大な量で、まあ、1兆円を超えているようなものかもしれませんが、今でいうと、まあ、とにかく1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。まあ王様から6000億円借金するということはそもそもないわけですけれども、まあそういうこの実際には起こらないような話なんですけれどもね。でもその1万タラントを借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物を全部売り払って返済するように命じたと。自分も妻も子も売り払ったら6000億円払えるんでしょうか。そんな価値のある人は誰もいないですね。まあ主人はそういうわけですね。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。返せるわけがないですね。でもしきりに願ったんですね。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ありえない話ですね。6000億円、
どうか待ってくださいって彼はひれ伏してる。じゃあ1ヶ月待ってやろう、1年待ってやろう、10年待ってやろうじゃないんですよ。帳消しにしたって言うんですよ、哀れに思って。ものすごいいい、まあ今で言えば社長かなんかでしょうけどね、王様ですね。ぜひこういう王様に仕えたいですね。6000億円の借金許してくれる。でもこの部分はですね、結局私たちが神様に支払うべき負債はそれほど大きなものだなということを言ってるんですね。返せないぐらい大きなものなんです。でもそれを神様は許してくださったんだよと、私たちは哀れに思って本当簡単に許してくださったんだと、まあ、この話は続きがあるんですね。ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオン、100デナリオンって言うと今で言うと 100万円ぐらいです。1デナリオンは1日の賃金なのでの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め借金を返せと言った。なんというやつでしょう。6000億円許してもらったのに、たった100万円借りている仲間を見つけてですね、首を捕まえて首を絞め、聖書の中にね、首を絞めて書いてあるのここだけですよ。面白いですね。首を絞めた。仲間はひれ伏してどうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。このひれ伏してどうか待ってくれっていうのは、この人が、この家来が王様にやったのと同じことですよね。ひれ伏してどうか待ってください。でこの家来は王様によって許された。王様は哀れに持っていいよいいよって言う。でこの人どうしたかというとですね、しかし承知せずその仲間を引っ張っていき借金を返すまでと牢に入れた。ひどいですね。自分は6000億円許しておきながら100万円を許さなかった。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主人は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。まあ、この例え話はこの最後のところが鍵なんですけどね。私たちは神様から返せないぐらいの借金を許してもらっているんだから、あなた方はもしあなたの隣人が、家族が、兄弟が、友人があなたにひどいことをしたとしても、あなたに罪を犯したとしても許してやりなさい。それはこの例え話ですね。まあ、6000億円の話をこう読むとですね、今の日本の借金のようなね、今日本の借金は1000兆円を超えたそうですけどね、そもそも1000兆円がどれぐらいかよくわからないんですね。1世帯あたりにすると約2000万円ぐらいだって言うんですね。大丈夫ですか、払えますか。払ってからじゃないと死ねませんとかって言われたら大変ですね。そんなことは起こらないと思いますけども、というかもう多すぎてわからなくなってる。でもしかすると私たちも神様に対する負債も多すぎてわからないぐらいかもしれないんですね。でも神はそれを許してくださいました。慈悲深い神は。でもその許し方はどうでしょうか、ね、例え話の中では簡単に許したように書いてありますが、実はご自分の一人子を私たちの代わりに、身代わりにして私たちの借金を帳消しにしてくださったわけですね。ご自分の一人子に払わせたわけです。それはこの主人、神が哀れで、私たちを哀れに思ってくださっているから。最初にもお話ししましたけれども、私は自分が父親になった時にですね、本当に誰か一人の人を哀れに思うというか、どんなことでも許してやれる、そういう思いを持ちましたね。それは天の父が私に持ってくださっているのと同じ思い。だから私たちがどんなに罪深いものであっても、父はこれを許してくださっている。
だったらつまらないことで私たちは周りの人に腹を立てたり許さないと言ったりですね、批判したり裁いたりしてはいかんじゃないか、当然のことですね。先ほども主の祈りいたしましたけどね、主の祈りの中で我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈りますが、この罪という言葉はですね、実は負債という言葉なんです。借金という言葉なんです。文学聖書を訳した人が借金はまずいと思ったんでしょうね。まあ、その後ずっと日本中の教会で我らの借金を許すごとくって祈るのまずいと思って罪と訳したんですが、本当にこれは正確な意味で言うと負債、借金という言葉なんです。英語ではデッドとかデッターっていう言葉で祈るんですね、うん、神が私の借金を許してくださったんだから、私たちは人の借金を許すのは当然だろうと、神が私を許してくださったんだから私が人を許すのは当然だろう、いや私が許しますのでどうぞ私の罪を許してくださいというのがあの祈りですから。話を元に戻すと、神は私たちの借金を、それはとても払いきれないほど大きなものであったけれども許してくださった。で、今日読んだ言葉はですね、最後にこういう言葉があるんですね。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。キリストの十字架は私たちの罪が許された、私たちの負債が完全に払われたっていうことだけじゃなくて、私たちを支配している全ての支配、権威や、この間お話をしたこの世界を支配している悪霊とかサタンとか、そうやって我々を困らせ苦しめようとしているその力が一切無力だということを証明したっていうんですね。それはもちろんキリストの復活によってです。キリストの十字架はまさにこの世の支配と権威が勝ったと彼らは思った瞬間ですね。最初は律法学者たちがまんまと群衆を味方にしてキリストを十字架につけた、彼らは勝ったと思ったでしょう。あるいはその背後にいたサタンはよしこれで私の勝利だと思ったでしょう。ところが3日目にキリストは死からよみがえられた。そのことによってこの世の力や権利や権力や支配は無力なものであるということが証明されたわけです。コリントの第一の手紙の15章の54節に、死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのかという言葉がありますね。キリストの死と復活によって人間の死には何の力もなくなった。いまだにもちろん人間は命のやり取りをして支配したり支配されたりしてますけれども、でも私たちは死を恐れる必要はなくなった。なぜならば死は復活に向かう入り口になったからですね。つまりキリストの十字架と復活によってこの世界の支配は全て無力になったんだよ、そのこともこの十字架は表しているということが最後に述べられているわけです。もう一度この中心聖句を読んで終わりたいと思いますが、神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。何も私たちを訴えるものはない、私たちが恐れる必要はない。どんなに罪深いものであったとしても、どんなに大きな負債であったとしても、神様はこれを許してくださってます。安心して神のもとに私たちは行くことができる。なぜならば私たちのこの債務証書の上にはキリストの十字架の大きなバッテンが記されているからであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。イエス・キリストが十字架にかかって死んだというのは歴史的な事実です。すなわち
私たちの罪が全て許されているということは事実であります。何も恐れることなく私たちは神の愛を受けることができる。神はそれほどまでに私たちを愛しておられ、許していてくださるんだということの証でありますから、何を恐れる必要がありましょうか。何を疑う必要がありましょうか。神様、どうぞこの恵みを覚えて、私たち自身一人一人が本当にキリストと共に生かされているこの人生を喜び、胸を張って歩んでいくことができるように、そして死に向かったとしても恐れる必要はありません。キリストと共にまたよみがえっていく、私たちの信仰が弱くなった時に十字架を思い出し、そこに神の愛が確かにあると、神はこれほどまでに深く私たちを憐んでいてくださるということを覚えて、弱った膝を強めることができますように。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。